こんにちは、税業専門の税理士川南です。本日の動画の内容は、申告時期や経理をするときに、これって経費になるのならないのどっち、どこまで OK なの、経費の判断基準について動画で解説していきます。私はオンラインサロンを運営しています。また SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックしてみてください。また自営業向けに本を出版しました。 SNS と本のチェック、概要欄の URL から飛べるようになってますので、合わせてチェックの方お願いします。それでは本日の内容へ早速行ってみましょう。はい、それでは個人事業の経費どこまで OK なのか判断基準を伝授します。本日の内容です。そもそもどうしてみんなが経費にしたいのか、その理由、仕組みについて解説をします。経費の判断基準、ポイントを解説します。そして経費の線引きについて解説、具体的にこんなレシートは要注意という話をします。最後、こういう経費は認められにくいので要注意ですよっていうものを紹介します。これはダメなやつは間違いやすいものも入っていると思うので、皆さん動画最後の方まで見てみてください。それではどうして経費にそもそもしたいのか、ざっくりと仕組みを紹介したいと思います。個人事業の場合って、1年間の売上から1年間かかった経費、支払った経費を引いたものが利益になるんですね。これが儲けと呼ばれるものです。ざっくり説明すると、この利益儲けに対して税金がかかってくる、税率がかかってくると思ってください。もちろんこれだけではなくてね、扶養控除があるとか生命保険控除があるとかまで引くもあるんですけど、仕組みとして簡単に売上から経費を引いたもの、利益に対して税金、税率がかけられると考えてもらうと話が分かりやすいと思います。ではここで、たとえ売上が300万円あって、かかった経費が1年間で150万でしたとなると、引き算をすると利益は150になりますよね。ではここに、あ、この経費漏れてたんだっていう風に、ここが例えば200になったとします。要は50万まだあったなっていう風にすると、300万円から経費が200万円になるので、利益の150万円が100万円にダウンすることになります。そうすると利益150に対して税金がかかってくるのと、利益100万円に対して税金がかかってくるの、どっちが税金安くなるか分かりますか皆さん。もちろんそりゃそうですよね。利益150よりは100の方が税金は安くなります。ですので、皆さん経費にしたい、漏れなくね、全て経費にあげたいっていう気持ちで、経費ないかなとか、節税するにはね、経費いろいろ使うといいっていう風な話になるわけです。これが基本仕組みです。はい、それでは経費の判断基準についてポイントを紹介していきたいと思います。こちらの表、出版した本から抜粋したものなんですけど、本はね、 Amazon、 楽天ブックス、あと最近 Kindle 版が発売になりましたし、書店でも発売中ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは経費になる目安をチェックしてみましょう。まず物やサービスを購入すると思います。その場合に上から順番に見てください。まず自分で払ったものであるかどうかです。いいえということは、他人に支払ってもらったってことになるので、これは NG になります。例えば両親や家族に払ってもらった、でも経費にあげたい、それはすることができません。2つ目がこちらのポイント、仕事に関係あるかないかですね。はいの場合は進んでくださいね。いいえの場合はもうこの時点で経費ではないです。完全にプライベートなものというふうなことになるので NG になります。そして次のポイント、証拠が残っているってことです。これで証拠が残ってないという場合は経費にすることができませんので、気をつけてください。ですから、レシートや領収書を取っておきましょうというのはこういうことです。日付や購入品など記録がないものは経費にあげることが基本的にはできません。領収書が出ない場合に Excel やノートなどにメモをしておく、日付と金額と何を買ったかっていう記録がついているものは大丈夫なんですけど、全く記録がないのに経費に上げることはできませんので要注意です。そしてここがね、最後のポイント、重要な点なんですけど、他人に仕事に必要だった理由を説明できるかできないかです。これは理由を説明できない場合は経費ではないということになります。要は誰に聞かれても説明できないものはプライベートのものになるんじゃないですかということですね。客観的に見て、一般的にこれは経費だよね、仕事のために使ったものだよねというような説明ができる、または外から見てそのように判断ができるものが経費になると思ってください。これが経費になる判断基準のポイントです。ぜひ皆さんね、自分が上げたい経費どうかなという時に、こちらの判断基準に従ってスタートから一度やってみてください。そして経費というのは明確なルールはなくて、いくらならダメとか、これはダメとかいうふうに明確に細かくルールが決まっているものではありません。要はビジネスをしている内容や業種によって変わってくるからです。では経費とはどういうものかと言いますと、売上につながる支出であること、またビジネスをしている内容や業種によって変わってくるからです。
ジネスに必要な支出であること、まずね、ここをクリアしないといけません。ここに関係がないものはプライベートや生活費に使ったということになります。このように経費の判断基準、まずこちらですね、売上に関係があるか、ビジネスに関係があるか、そしてさらにこちらのチェックポイントに進んで経費になるのかならないのか、判断基準を使ってぜひチェックの方してみてください。次に経費の線引きについて、これ皆さん迷えるよねっていうものを今3つほど例に順番に挙げてきますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう。まず1つ目、一人での食事代って経費になるのならないのどっち？これ皆さんどう思いますか？仕事をしてなくても人間というのはお腹が空いて食事をとるものなので、基本的に認められにくいものだと思ってください。でもいくら一人での食事とはいえ、例えば外注さんと打ち合わせがてらご飯に行ったとか、カフェでね作業をして自分が仕事のためにカフェを利用したとか、シェアオフィスやレンタルオフィスはね 2,3 時間借りて仕事をしたっていうの場合で、例えば飲み物代とか食事代が入っていたとしても、一人での食事でも経費になることはあります。でも基本的に一人でのご飯、例えば仕事によったその帰りね、夜ご飯をどこかで食べて帰ったってなると、それはただの夜ご飯になりますよね。誰かと打ち合わせをしたわけでもなく、ただお腹が空いたから食べただけっていう風になると、経費としては認められにくいと思います。次、これも皆さんからねよくある質問なんですけど、旅行代ってどうですかっていうことです。これ皆さんちょっと考えてみてください。もちろん出張に行った、県外の取引先との打ち合わせがあるから移動した、もしくはね下見しないといけない土地とか建物があったっていうように、仕事に関連があるものは旅行代、まあ出張代として経費に上げることはできます。でもこの中でねよく聞かれるんですけど、家族と行った場合ってどうですかってあるんですけど、家族を同行させたという時点でビジネス感ってちょっと薄れません？仕事で行くってなったらやはり一人で行くことが多いです。たとえねそのついでにね家族と一緒の旅行もね一緒に組み合わせて行こうっていうケースもあると思うんですけど、そしたら家族の交通費やホテル代はプライベート生活費になるので経費にすることはもちろんできません。ですのでそのあたりきっちりとねプライベートと仕事ビジネスの線をきっちり引いて、旅行代の方、まあ、出張代出張旅費は上げるようにしてください。そして3つ目、衣装や美容代、これもよく聞かれるんですけど、基本的にこちらも難しい、認められにくいという風にグループがされます。衣装の中でも例えばフリーアナウンサーで独立されてる方が映るための衣装、あとはメイクさんにメイクしてもらったっていうような場合は仕事っていう風に客観的に見て分かりますので、その場合は経費にできたりするんですけど、一般的にスーツ代や美容代というのはプライベート感が強いものなので認められにくいです。中にはね衣装でもライブ衣装などこの日のためにしか着ない、プライベートで着れるようなものではないみたいなね、もうキラキラすぎてとかスパンコールなどついてとても普段着には使えないよねみたいなものはもちろん経費に上げることができます。で、美容代の中でも例えばメイクのお仕事をされている方の場合はもちろんねメイク用品は仕事で使う、仕事で仕入れることになると思いますので、そういう場合は大丈夫なんですけども、一般の方がね美容代を化粧品代を入れようというのはほぼ NG だと思ってください。以上3つの例を出してねちょっと一緒に考えてみたんですけど、ポイントを順番に言うと、1つ目、理由が説明できる、要は仕事のために必要だったんですよっていう理由が説明できること、そして客観的に見て妥当だよね、誰が見ても税務署から見ても、まあ、他の人が話聞いた時に客観的に見て確かにビジネスのための支出だよねっていうことが妥当であること、そして3つ目、へりくつではないっていうことです。これ経費の線引きについてねよく質問されたりコメントする時にあるんですけど、なんか皆さんへりくつを言ったりするんです。でもこういう場合のこれってこうなんだからこうじゃないですか、でも一般的に見たらやはりそれは例えば一人でのご飯代ですよねとか、パッと聞いた感じでは確か経費になるかなっていうふうに思えるようなものでも、まあでもよくよく聞いてみたらへりくつだよねそれってっていうか、イレギュラーなパターンだよねっていう場合があるので、3つのチェックポイントを自分の心の中に基準としておいて、厳しめに経費になるかどうかっていうのはチェックしていってください。次にこんなレシートは要注意、要はね税務調査の方々見てますよ、税理士も見てますよっていうポイントを紹介します。こんなレシートには要注意。1つ目、プライベート感がありなレシートですね。これどういうことかと言いますと、まあ家族感の感じる内容や曜日ってことです。例えばですけど、平日だけしかお仕事してないって知っているのに、打ち合わせのね食事のレシートが土曜日日曜日、要は週末や祝日に重なってくる場合ですね。またレシートの内容にね、お子様ランチ
チとかお子さんのプレートみたいなのが入っていて週末だと、いやこれは仕事で行ったんじゃなくて家族と行ったんじゃないですかっていうふうに思うのが当たり前だと思います。もちろん打ち合わせで相手の方がご家族でね、お子様を連れてきてその方の分も一緒に頼んだって言うと、お子様ランチやプレートが絶対ダメっていうわけじゃないです。お子様ランチが出ることもあるかと思うんですけど、この家族間の出るような内容、あと曜日ですね、こういうレシートは要注意です。だいたいこういうレシート入っていて確認すると、あすいませんそれ違いましたね、間違えて入れちゃいましたみたいな方が返ってくることが多いです。ということは税務調査の方もこういうところは見ているというふうに思ってください。そして2つ目、レシートの記載人数です。これはレシートに何人で食事をしたかっていう人数が出るレシートが最近多いんですね。あと時間帯も印字されていたりします。もちろんね、何人で行ったらダメとか何時に行ったらダメなんていうルールはないんですけども、記載人数が1人だとこれはただの食事じゃないかなっていうふうに見られますし、時間帯ですよね、夜の9時10時、こんな時に仕事の打ち合わせってそうそうなかなか入らないと思うんです。たまにはあるかと思うんですけど、この時間にちょっと打ち合わせなんかするかなとかね、早朝に近所のコメダルの行くレシートが大量に入ってくる、これはただ自分が朝一人モーニングに行ってるだけじゃないかって疑われますよね。そういうことです。なので記載人数が何人か出るか、例えば2人とか3人で行ったんであったら、あ打ち合わせで行ったんじゃないかなというふうに思われることが多いかと思います。時間帯も気をつけてください。あまりに早朝、こんな遅くに打ち合わせします、このお仕事のしてる方がっていうものは気をつけてください。そして3つ目のものなんですけど、自宅付近のレシートが多い場合もちょっと要注意かなと思います。もちろんね、打ち合わせでいつも使うお気に入りのねカフェや場所があっていつもそこでするんですよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、自宅付近の階数や場所によってね、近場のね大手チェーン店のところが多いとか、もちろん本当にそれが打ち合わせとかで使うならいいんですけど、あまりにもね階数が多いとか、いつもここってことは違うんじゃないかみたいな感じのレシートの出し方、内容パッパッパッと見ていくと分かるときは分かるので、こういうレシートには注意しましょう。要はプライベート感がないか、あと記載人数ですよね、何人で行った、時間帯、あと自宅付近が多いとかね、あと階数や場所、こちらも曜日も気をつけてくださいね。週末にね自宅付近のところばかり行ってるとこれは仕事じゃないよねっていう風になるかと思います。あと毎回人数がね自分の家族と同じ人数の打ち合わせ、たまたまならいいんですけど、毎回ね家族構成といつも一緒だよねみたいになると、このレシートはちょっともしかしたらプライベートの時のやつが混ざってるんじゃないかなというふうに思われると思います。意外とレシートっていろんな情報が入ってますので、意識してチェックしてみてください。はい、それでは最後にね、認められにくい経費はこういうのですよっていうのを順番に見ていきたいと思います。では次のスライドです。はい、認められにくい経費です。絶対にダメではないんですけど、基本的にこれは NG になる場合が多いですよっていうものを挙げていきます。まず美容系ですね。これは最初の方にも言いましたけど、化粧品や美容代、あとカット代ですね。美容室です。これもご飯と同じ理論で、仕事をしていようがしてなかろうが髪の毛って伸びてきたら切りますよね。なのでこのカット代というのは認められにくいです。そしてあとは服飾系ですね。服や時計やカバンなど、仕事用のカバンとかね分かってればいいんですけど、やはり時計や服って仕事でも着るけどプライベートでも着るっていう時ありませんか。そういう場合は経費としてはね認められにくいですので、もしくは全額はダメ、安分するなどして、どうしてもね仕事にも関わって使っているっていうものがあれば安分するようにして経費に上げるようにしましょう。そしてこちらもすごく聞かれるんですけど、健康維持やメンテナンス、これは基本的に NG だと思ってください。例えばサプリ、マッサージ、健康診断なのです。こちらの方はもうね余地なくダメ、 NG です。あとはジム代ですね。健康維持やメンテナンスのためのものはダメだと思ってください。そしてもう一つ多いのがメガネです。メガネも視力が悪いと生活に支障をきたすので、メガネってプライベートでもかけると思うんですよ。コンタクトも同じですけど、ですのでなかなかメガネやコンタクト代を経費に上げるというのは難しいと思ってください。もちろん中にはメガネの中でもちょっと特殊なものがあったりね、あと溶解作業をされる方がねガードのために買うようなフェースシールド型のメガネみたいなものは仕事につながるものなので OK なんですけど、一般的に視力低下や老眼のためのメガネっていうのは認められないというふうに思ってください。要注意です。でこの服飾系の中の服についてなんですけど、例えばスタッフ全員でお揃いの T シャツやスタッフ服、またはねお揃いのエプロン、制服を作るって場合はもちろん経費にすることができます。
最後、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、プライベートの支出というものは経費になりませんので、自分の生活費のためのお金やね、借入金の返済のお金等々は経費としてはなりませんのでご注意ください。はい、こちら確定申告動画があります。このね動画を見れば結構な方が確定申告が分かりましたとかね、確定申告できましたっていうような感想コメントがたくさん来てます。この入門編から見ていっていただいて、入門編、知識編、そして青色申告書の書き方、1枚目2枚目3枚目4枚目というふうにね、実際にどうやって書けばいいのかっていうか記入方法を説明した動画があります。そして白色申告の方はこちらに書き方動画がありますので、ぜひ見てみてください。また先ほどから出ている家事案文っていうワードがあったと思うんですけど、要はプライベートと仕事で両方使うものをどうやって経費に上げればいいのかっていう方法を説明している動画が、このこういうふうにしている仕事プライベートどこまで経費になるっていう動画ありますので見てください。またね、確定申告をするにあたって減価償却というものがいまいちよくわからないという方は、初心者でもわかる減価償却動画ありますので、ぜひ合わせてチェックの方お願いします。私は自営業向けに本を出版しました。あなたのビジネスがうまくいきますようにということでね、Amazon や楽天ブックス、また Amazon で Kindle 版も出てますので、ぜひチェックの方お願いします。どういった内容かと言いますと、こちらですね。要は Q&A 形式になってますので、知りたい項目だけ読んで調べることができたり、あ、この項目なんだっけって言ったら、こう思い直して調べ直すことができたり、一つ一つ今までね、わざわざ調べていたのがもったいない、早くこういう本に出会いたかったっていう感想もいただいてますので、ぜひ本の方 URL からね、紹介してますのでよろしくお願いします。はい、そして私はオンラインサロンを運営しています。3つメリットがあります。1つ目がオンライン上で税理士に質問や相談をすることが OK です。2つ目、定期的にサロンズームを開催してますので、要はね、入っているメンバーさんと私と情報交換ができたり、直接ズームで私に質問や相談をすることが可能です。はい、3つ目、税理士の裏側を公開しています。今どういったことねビジネス考えてしてるのかとか、この SNS を使った集客の方法などなど、新しい税金情報や経理の知識もオンラインサロンのみに今投げていってますので、ぜひオンラインサロンの方ご検討ください。月客制で Facebook の非公開グループで運営をしています。概要欄の URL から飛べますので、ぜひチェックの方お願いします。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンやいただいたコメント全部目を通してますので、グッドボタンと感想やコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私は他にインスタグラムやツイッター、TikTok もしてます。インスタグラムは 1.4 万人のフォロワー、 TikTok はフォロワーが6万人になりました。ぜひ合わせて SNS の方もチェックしてみてください。はい、それでは本日も動画最後の方まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルでは自営業やフリーランス向けに役立つ情報を投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。確定申告時期ね、もうあとねシーズンもう少しですので、もしまだという方いましたら、なるべく早めに間に合うように頑張って動いていきましょう。確定申告頑張りましょう。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。